はい、こんにちは、ひまじん27号です。今回はですね、天井人さんにですね、野良で出会いまして、そのまま分隊誘われたので、動画撮影したいと思います。よろしくお願いいたします。黒雪姫様と1993、もずく拷問さん、パコパコさんですね。はい、よろしくお願いいたします。まさかノラで出会うとは思わなかったですね。プレミアム、多分テストサーバーの参加ボーナスでプレミアムもらえたのが確認できたので、まああと1日しかないってことでノラ行こうと思いまして、行ったら、まあ偶然出会いましたね。すごく強かったです。ビーコン4つ、制圧して、ましたね。常に4つでよろしくお願いいたします。では行きましょう。場所は農場です。初めてですね。天井人さんは何度かね、野良で出会ったことはあるんですけども、こうやって、一緒に分隊組むのは初めてですね。さあ、相手はトライデントキュービーが確認できました。怖いですね。ノラじゃなくて軍隊ノラメンバーはヤバトンさんですね。よろしくお願いいたします。相手は誰でしょう。トラッピングリーン、モロット、モロパトですね。まあ特に問題はないでしょう。このまま制圧しちゃいましょう。硬い、硬いです。うわー、出てる出てる。ビーコン取れましたね。意外とあっさりいきました。あー、まあしょうがないですね。あれはまあよく耐えたところでしょうか。さあ行きましょう。天井人さん、黒雪姫様ですね。パコパコさん、下ネタでしょうか。1997はどういう意味があるんでしょうかね。1997年生まれなんでしょうか。NPC やってるんですよ。そして NPC とか。おお、強い、強いですね。下から行こうかしらね。もうすでに4つ制圧。ビーコン意識高いですね。いいですね。かなりビーコン下からですね。ちょっとラグが発生してますね。あー、終わっちゃった。早い早い。そしてプレミアムあるんですよね。見てみましょう。ダダン、いいです。こんなにもらえるんですね。残り期間1日と3時間しかありません。
もう稼げるうちに稼いじゃいましょう。いいですね。正体戻ります。さあプロフィール拝見させていただきましょう。天井人さん、黒雪姫様、プロフィールドン。おー、ちょうどいいぐらいですかね、私と。あ、いいですね。私に今の暇時に合ったレベルですね。すごいですね。まあ、ランスロット2個持ちか、すごいな。ランスロットグリグリグリ、いいですね。ランスロット2個はいいな。さあどんどん行きましょう、ガンガン行きましょう。これはねちょっとラッキー分隊かな。黒雪姫さんがビーコン意識すごい高いですよね。バランスがいいですよね。だからスト持ってきてますよね。アフィストでしたよね確か。お、今回はがっつり稼ぎに来た感じでしょうか。初手にランスロットですね。あ、知ってるプランですね。さあデッドシティ、私は左回りが大好きなんで左から行きましょうかね。まあ中央突破でもいいかな。相手はノラでしょうか。またノラっぽいですね。じゃあ真ん中行っちゃいましょうか。ちょっとレッツトライです。まあ無駄突にならないようにかと。待ってからのゴー、しっかり援護しなくて待ちます。あー当たりますね。でもそこまで痛くない。左から攻めていったのに私が援護に行きましょう。これは当たりませんよ。期間落としきれないか、残念。先狙われてしまいましたが左側は制圧終了でしょうか。そして右から1997さんが多分行っちゃうのかな。手前にいるのかな、奥にいるのかな。あ、奥にいますね。これもう行けますね。右奥も制圧できるか。あ、左側がちょっとまずいかなって感じですね。パコさん一人でパコさんが相手にするのは厳しいか。パコさんに援軍に行くのか、右側制圧狙いに行くのか。うん、大丈夫。あはー、またもーカーソル当てるのが全く手すぎてないんですね。左からグリューが接近しております。うぃ、押し切れるか。押し切ろう。よいしょ。ハイドラがいますね。ハイスパグリか。あ、ハイドラエイフィットかな。まあそうなりますわな。まあスコア重視なんでいいでしょう。まあそこまで攻めてればもう負けることはそうそうないと思いますけども、まあ、左の奥のビーコン取っときたかったのかな。まあでもいいか。ここまで攻め込めるんでね、多分大丈夫だと思います。おー、エイフィット、この位置はまずい。いや、がっつり削られましたね。3まで、レオか。寿司で厳しいですね。いや、相手はランスローですね。いきましょう。お、
どっかミカ取られてる。死にましたね。うわー、どこまで耐えれるか。マジングリ耐えろ。硬いですな、あれを。残りますね。なんか今エフィットが消えた。あ、パコさんのエフィットか。あ、うってこい。やられないぞ。しぶとく生きるぞ私は。あー、やられた。あー、トライデントフューリーとタテストか。まあタテストで走るか。そうですね、トライデントで被っちゃうんで、テストで走りましょう。右奥から取りに行こうかな。まあ、敵の意識が敵から見て右側、我々から見て右側に寄ってるのかな。どうだろうな。パコさんとノラの方と一緒に、左側制圧行ってみますか。まあ、テストなんでね、火力がマグナム1本しかないっていうのがあれなんですけども、まあ、走って取りに行く分にはいいのかな。行けるかな。行っちゃおうかな。行っちゃいましょう。さあ左奥ディープ制圧ですね。ここで、はい、活動ステーカーのステースですね。パコさんのエンドに行きたいんですが、右奥も行っちゃいましょう。目配りますね。こういう時ね、マグナムじゃなくてピナタ好きな方だったらなって思うんですけども、はい、勝ちました。ランスロットにはマグナム効きませんね。あー、プレミアムやっぱいいですね。この経験値分をね、この銀に回せればね、ありがたいんですけれども。お、ドンキですね。ビーコン賞取れずですね、残念。うまいですね。あ、この方も天井人の方ですね。クランランク241、暇人は262か。まあ、暇人クランも上を目指すのかどうしようかなって感じですね。割と紅白専用ね、クランを作ってからこうメンバーの出入りがあるんでね、ランクが上がらないですよね。うん、で私もねちょっといろいろ思うところありまして、ね、またランク上位を目指すクランにしてもいいのかなっていう。まあこの Facebook をね作ったというか、荒ぶる隊長が来た。今日のゲストは画伯です。そうなんですよ、暇人画伯なんですよ。でね、似顔絵を描いてくれと言われましてね、こう OK 出したんですけども、まさかのねこう女性だったというね。ちょっとねもう数ヶ月間放置 でなんて返信していいか分からず放置してますけど、まあね、難しいですね。人の顔を描くって難しいですね。それでクランなんですけども、その、まあ、初心者のね育成クランみたいなのもね作ってもいいのかなって思ったりとか、あとはこの今の暇人クランで ML27 は紅白専用じゃないですか。で暇人27ともう一個こうガチじゃないですけど、まあ、一応暇人のクランだけど姉妹クランだけど、そのまああんまりネタ分隊とかには参加せずガチでやってる感じ。うん、まあでもやっぱり暇人、私のねクランにね所属するというのはやっぱりこの動画にね出るのがね一番出たいというか、出れるのが一番ね、なんていうんですかね、こう売り
というかね、やっぱりこう暇人とまあ共闘したいねとかありますけど、やっぱりこうどこかしらね、あの動画に出たいというね気持ち考えはね少なからずあると思うんでね、それをやっぱり叶えられるようにはしたいなと思うんですよね。だからあんまりねクラン別々にしちゃうと、全然痛くないな。ああ来ちゃった、ここまですごい恐ろしいや。後ろを向かせた間にいいと思ったんですけども、違う敵が来てましたね。あ、強いですな、うまいですな天井人さん。連携が取れてるというかバランスがいいというかで、ハモったぞもずくさんと。あー取られてた。やばいな、ビーコン5個制圧しちゃったぞこれ。なんだこりゃ、おっかねえな。久々にこのリスポーン地点制圧してるな、きっと。ああバッテリーか、やばい。何分？3分半。やばい強い、怖いな。よいしょ、バッテリーチャージ。あ、動画止まった。あ、動画止まったな、まあいいか。うわ、トップ取ったのに動画止まっちゃった、残念。じゃあ動画止まっちゃったんでこの辺で一回終わりにしましょう。動画は一旦終わります。ご視聴ありがとうございました。次回もこの続きですね。ではご視聴ありがとうございました。では、あ、天井人さん、ありがとうございました。では。